はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。土曜日ね、4時を回りました。さて、昨日の夕方ね、不動産業界には割合とああ来たかというニュースが流れましたね。レオパレスという会社がですね、実は100億円の債務超過に陥っているということでございます。債務超過っていうのは何を、どう言いましょうか、その会社の持っているありとあらゆる資産、ですね、ありとあらゆる資産よりもですね、負債の方が上回っているという状態でございます。まあ、資産と言いましてもね、現金の預金もあればですね、物もあります。例えば、コピー機なんていうものはですね、まあ、リースならば別に資産ではないんですけども、買い取りであればですね、例えば200万円で買ったんだったらですね、毎年ちょっとずつ落としていくわけですよね。で、残りは資産計上されます。車も同じですね。200万円で車買えるのか、最近300万で買ったらですね、3年ぐらい使っていればですね、その車はまだ200万円ぐらいの、150万ぐらいの資産計上されています。で、不動産もそうですね。不動産持っていればですね、建物は減価償却をしながら、土地はそのまま母価で資産計上されます。そういうものも全部合わせた資産と負債ですね。負債っていうのは単にお金を借りてるものもあればですね、そのうち払わなあかん退職金とかですねあるいは物を買ったのにまだ支払っていないとか、そういったものもみんな負債でございます。その負債の方が100億円上回ってると。で、普通ですね、債務超過に陥っていればですね、会社というものは倒産するようなもの、倒産しますね。なんせお金が、手元にお金がなくなる、普通に考えなくなるんですけども。でも、ニュースを見ていますと、レオパレス自身はこの3月時点でまだ600億円ぐらい手持ちの現金があるということですね。ですんで、目先はですね、その支払いはなんとかなると。まあ、一番大きいのは人件費、社員の給料だと思うんですけども、まあ、これをですね、あれですね、希望退職を募りながらですね、減らしていくと。で、まあ、一方、毎日というか、まあ、あそこは日銭が入る会社ですからですね、家賃が入ってきますんで、その入ってくる家賃でですね、まあ、賄ってですね、支払いを賄って、あれサブリースだと大家さんの、もうほんまの大家さんに家賃も払わなあかんわけですね。家賃をもらって、また払ってと。その残りがか、あの会社の利益ということになるんですけども。まあそういうことをやりながら、しばらくは、要は、その、いわゆる倒産の危機は免れるということが伝えられていますが、そんなほんまかどうか知りません、ご自身で言ってらっしゃるわけですからですね、ほんまは違うということも十分にやれる、よくある話でございます。こういう場合には。で、レオパレスに関してはですね、もう何年前ですか、2、3年前からですね、海壁問題でございますね。天井で隣の住戸との間に壁作らなかったの、それ作ってなかったと。いわゆる建築基準法違反ですね。で、どうもいろんな面でですね、その手抜き工事をしてるんちゃうかと言われてですね、国交省が回収命令みたいなものを出しました。それを早くやれって言うてるのになかなか進まないと。こんなできるわけないやんな、もうね、何千頭もあるわけですから、それがまああんまり進んでいない。まあ多分ね、お金もないんだと思いますよ。やっぱりお金かかりますからね、改修工事やるにしても。なんで、なかなかそれも進んでないと。今後だからそういうのもやっていかなあかんと。そうなるとですね、もう経営が行き詰まっているのは明らかなんですね。で、まあ、よう持ってるなという感じがします。僕なんかから見ると、ああ、よ、もうまだ頑張ってんのみたいな。で、もう、村上ファンドですか、1年ぐらい前はですね、村上ファンドが ある程度株を買い進めてですね、自分たちが救済というか分からないけど、まあ、経営権をよこせぐらいのことをですね、言うてたような記憶がございますけど、最近ちょっとおとなしいですね。それでですね、そのこの先どうなるのかと言いますと、そのままではですね、もう持たないと思うんですね。そのままではもう持たないと思います。で、ですんでですね、そのどう言いましょう、何らかの
ことが必要で、今ほっといてもですね、こう経営が改善されるとは思えないですね。宮山さんという今社長さんがいらっしゃると思うんですけども、宮山さんだと思う、あの創業者のですね、あの創業者の甥御さんかな、甥御さんになられると、あのホームページ見てますけどちゃんとまだ運営されてますね。大岩さんがやってらっしゃる。あの本体、あのどう言いましょうね、その創業者はですね、何年か10年以上前にですね、あの、経営からお引きになってですね、あるいはその自分の株もですね、もう手放して、まあ、レオパレスと関係ない人になられてですね、で MDI っていう会社を設立されてですね、でそれで、まあ、同じようなビジネスモデルの商売をされてるわけでして、でそこが引き取るんかとかいう話もあったんですけど、まあ、ちょっとそれもあの社会通念上よろしくないんちゃうかということでですね、どうなるんかなというふうに思っていました。で実はですね、今東証一部上場の不動産系でこのレオパレスともう一社ですね、ザ・グローバル社というのがですね、経営の危機がささやかれておりまして、ザ・グローバル社はすでにゴーインコンサーンになって、2回目のゴーインコンサーン、四半期2回目のゴーインコンサーン出しましたね。でこことこのレオパレスが両筆頭の危険情報というか、まあそうですね、どうなるかわからんでという会社であります。で私はですね、このザ・グローバルの方はですね、ちょっとあの何と言いましょうかね、こう救いがたい状況かなというふうに見ておりますけども、レオパレスはね、実はこれはあのきちんと債務を整理すればですね、蘇る要素がある会社なんですね。と申しますのは、あの膨大な数のサブリースを抱えているわけであって、あのサブリースっていうのは、あの入居率さえですね、8割を超えれば自動的にチャリンチャリンとお金が入ってくるわけなんですよ。で、じゃあここに取って代わってですね、同業他社みたいな大東建託とかですね、なんたらハウスとかがですね取って代われるかっていうと、なかなかのノウハウが少しずれてるわけなんですね。だからこのレオパレスのノウハウを引き継ぐような会社が出てきてですね、でなおかつですね、今のこの債務超過体質をですねチャラにしてくれる、まあ、簡単には銀行への借金を防壁するというようなことが可能になればね、やりたいやりたいっていう、救済したいっていうか、まあ、その前経営権欲しいという連中はたくさんいると思うんですね。村上ハンドもそうですよね。だからこのビジネスモデルは、その、なんて言いますかね、その、優れているとは決して言いません。全然言いませんけども、あの、やりようによってはですね、継続できるというふうに、まあ、継続すべきやろうなと。あの膨大な数のオーナーさんいますからね、彼らに対するデューティーというものがありますから、それは果たすべき、今後もやるべきだと思うんですね。もう自分でそのね、店舗を募集してなんて、ね、できないんですよ。そういうオーナーさんっていうのは、もう田舎のただ土地だけ持っててアパート建てましたようなおじさんは。だからそのあのレオパレス的な会社がですね、そう運営を続けない限りにおいてはですね、膨大なオーナーさんも困るわけなんですよ。だからですね、条件さえ合えば、あの、なんて言いますかね、助けたいというか経営を引き継ぎたいという村上ファンドみたいなところがいっぱい出てくると思うので、まだ今でも狙ってるところあると思うんですけども。ただですね、その今の現経営陣とですね、その、まあ、その周辺にいらっしゃる方々というのがですね、どうもややこしそうなんですよね。そのいや手放したくないと簡単にはそういうことなんですね。で中の陣になんていうかこうね、ごたごたしてるみたいですね。組織もその伝え聞くところによると、でまあ私が知ってる限りものすごい人材は薄い会社なんですよ。ものすごい薄い会社ですね。でこういう時になるとですね、で優秀な人バーッと逃げていくんですよね。もう大体逃げていったんじゃないですかね。そうするとですね、そうじゃない方が残っていっぱい残ってるということになったりしますとですね、その引き継ぐにしてもだんだん難しくなってくるし、ましてや立ち直るっていう可能性もだんだん遠のくわけでございまして、銀行とどういう話をしているのか知りませんけども、まあ、あの折り合える範囲でですね、債務を整理しなければ立ち直るということは難しいやろうなという気はいたしますね。
でもさっき申しました通り、このビジネスモデルは生き延びられるんですよ。ビジネスモデルとしてはね、ちゃんと利益を生み出せるビジネスモデルなんですね。あっちのあのザ・グローバルの方はっていう感じなんですけど、まあマンションデベロッパーってそこが弱いわけです。もう人だけなんですよね。人だけで、その人がいなくなったらもう何もないっていうのがマンションデベロッパーなんですけど、このレオパレスの場合は膨大なこのサブリースがありますんで、それで生き残る余地はいっぱいあるなと思いながらですね、このニュースを見てるんですけど、どうなるか分かりませんよ。そのまあそのどう言いましょうね、こう賢明な人たちが経営してればね、こんな風に追い込まれないんですよ。このビジネスモデルってそれなりにね、ちゃんとできるモデルなんでね、ちゃんとやってる会社もあるわけですよ。あの凡内を起こさずに、ちょっと調子こいでやりすぎたわけですよね、手抜き工事みたいなことを。それが全部問題になってきたということでして、まあまあ、 あの自業自得みたいなところもあるんちゃうかと私は思ってますけど、今後どうなるかは注意深く見守りたいなと思っております。はい、皆さんどうもありがとうございました。